コストシンなどドローンは、ポーランド西部のルブシュ県50府郡でオーデル川とバルタ川の合流点にあるドイツとの国境に接する町である。2007年の住民数19,952名。第2次世界大戦終結までは、以前のプロイセン王国ブランデンブルク州にあったドイツの町でキュストリンと呼ばれていた。ベルリンから約 65km 東方に位置していて、 16世紀以降、その戦略的重要性から町の内外に要塞が構築されていった。独ソ戦末期の1945年に壮絶な戦闘が行われた結果、城壁で囲まれていた旧市街は完全に破壊され、未だに再建されていない。第二次大戦後、連合国はポツダム協定に基づきオーデルナイセ戦に沿った新しい国境線を引いたので、 キュストリン並びに東ブランデンブルク地方はドイツ民主共和国とポーランド人民共和国の間で分割された。おおよそ960年から1200年まで代々のポーランド港はこの地に城を築いて領地として治めていた。ポーランド港、ミエシコ一世はツェディニアへの遠征の際に戦略的重要な拠点としてこの地を活用した。このボレスワフ一世も この地ではウゼンを征服する戦争の準備をした。12世紀にはポーランドの税務役所を兼ねた前哨基地に発展した。1223年にブワディスワフ・オドニツ王子からテンプル騎士団へこの地は与えられたが、1261年にブランデンブルカ辺教博に奪われた。ちなみに1232年の中東騎士団への ポーランド語の手紙に、古いスラブ語でコズスターンと明記されており、これがキュストリン、コストシンという地名が記録に残されている最古のもので、ある。キュストリン円形マテウスメリアンが1652年1728年頃の、キュストリンの地図ブランデンブルク編教博アルブレヒト賛成によって、キュストリンへ1300年にはすでに、 マクデブルク法が適用されており、河川を使った貿易が大規模に行われるようになって、町は急速に発展した。ブランデンブルク・キュストリン辺境白予ンは城を築いて、居城にし、1535年から死去する1571年まで東ブランデンブルク地方の都となっていた。やがてこの城は拡張され、この地方で最も大きい要塞の一つへと発展した。 塔の窓から勝っての処刑を止めさせようとするフリードリヒ王子後にプロイセン国王フリードリヒ二世として即位することになるフリードリヒ王子が18歳の時王子の親友にして側近であるハンス・ヘルマンフォン勝手とプロイセン王国からイギリスへ逃亡しようというクワダペが露見しフオフリードリヒ・ビルヘルム一世によって1730年9月にこの城塞内の塔に監禁されている 同年11月6日、王子が閉じ込められていた塔の傍らで勝手は処刑され、王子はその刑の執行を塞の窓から見ているよう言いつけられていた。王子は、不王から、老から出されてもキュストリンに止められて、そこの役人から地方と都市の行政について学ぶよう命じられた。それから28年後、7年戦争中の1758年8月25日に、 フリードリ・ヒダ王ーは自ら軍を率いてベルリンに迫りつつあるロシア帝国軍をキストリンの北東 10km で迎撃しソルンドルフの戦いが行われた。ナポレオン戦争中の1806年にフランスに占領されフランス軍の支配下に置かれた。フランス軍がロシア遠征している1814年に退化に見舞われたがその後に復興し、 プロイセン王国並びドイツ帝国の鉄道網の重要な集積拠点の一つとなった。鉄道は1857年ベルリンとフランクフルトアンデアオーダーに接続し、1875年にはボメラニアの沿岸都市シケチ,チンにつながった。1900年、住民数は中東兵を含めて16,473人に達した。 1921年のキュストリン旧市街を描いたイラスト第二次世界大戦勃発時、住民数は2万4千人だった。郊外の ALT ドラウィッツにはナチスの捕虜収容所、スターロック 3C が置かれ、主にフランス人、イタリア人とソビエト連邦の捕虜が収容されていた。1943年から1945年には、 いくつかの強制労働収容所とザクセンハウゼン、強制収容所の施設の一部が置かれていた。鉄道網が集積し32の工場があったことから、連合軍の空爆を受けた。また、赤軍のゲオルギー・ジューコフ・元ンスン率いる、第一白ロシア方面軍の先方がキュストリンの北方でオーデル川に到達した1945年1月31日以降は、 キュストリン攻防戦が開始され、オーデル内世の戦いとゼーローコーチの戦いにおいて、ドイツ国防軍は町を城塞として、オーデル側東岸部の共闘歩にしたことで、1945年3月末に、赤軍にその周辺地域も含めて制圧された時には、町の建物の約95%と32工場全てが破壊されていて、完全に瓦礫の山と化していた。 後輩したキストリンは、ポツダム会談の決定により、オーデル川で分断され、町の大部分であるオーデル川より、東側の地区は戦後、ポーランドの統治下に置かれ、ポーランド語名で、コストシンと呼ばれるようになった。コストシンにまだ残っていた、ドイツ人は追いやられ、代わりに、ソビエト連邦領から追い出された、ポーランド人が移り住んだ。 若き日のフリードリヒ大王が監禁された城塞を含む旧市街は崩れ落ち、そこのレンガはポーランドの他の町などの建設に再利用された。近年、旧旧ストリンの姿で町の一部を史実に基づいて再建する計画が討論されているが、まだ具体化されていない。プレジスタネクウッドストック2千十一年、シーリングスタンプ破壊されたままの旧街路二千六年二千四年から、 コストシンでは年に一度、ヨーロッパ最大で、世界的にも最大レベルの野外音楽フェスティバルである、プレジースタネクウッドストックが、夏季に開催されている。なお、旧キュストリンの一部だったオーデル川より、西側の地区は、ドイツ領に残り、郊外の村落だったキュストリンキーツを合併して、現在キュストリーナーホルラントと呼ばれる。2005年の住民数は2953人で、 ある。ありがとうございます。